今から27年前の1993年に初当選を果たした国会議員に石井紘基さんという人物がいます。彼は国勢調査権を使い、数々の不正を暴こうとしていました。ですが、そんな彼の前には大きな権力が立ち塞がっていたのです。今回は石井紘基さんのなそうとしたことと、それを阻止しようとした黒幕との間に起きた事件についてまとめていきます。石井紘基さんは1940年11月6日に東京都世田谷区で生まれました。その後、彼は青春時代を成城学園中学校高等学校で過ごし、卒業後は中央大学法学部に進学しています。大学時代は安保闘争と呼ばれる大規模デモ運動に参加していた石井さんですが、ここで人生を大きく変えることとなりました。デモ運動中、石井さんは国会に突入するデモ隊の先頭に立っていたのですが、そんな彼らの圧に耐えきれなくなった多くの国会議員はその場から逃げ出していったそうです。しかし、そんな議員らをはために、たった一人でデモ隊の最前線にまで出向いて警察官を抑えようとする人物がいました。その人物とは、日本社会党書記長だった江田三郎さんです。そんな姿を見た石井さんは深い感銘を受け、それをきっかけにして政治家を目指し始めます。そして1993年、彼が52歳の時に行われた第40回衆議院議員総選挙で初当選を果たし、国会議員としてのキャリアを歩み始めました。そこからは国会議員が持つ権限である国政調査権を使った徹底的な調査を行うことで、政府の不正の追及をしています。1997年11月には衆議院で防衛庁調達実施本部背任事件を追及し、東京地検の強制捜査にまで発展させました。そうした姿から、石井さんは国会の爆弾発言男と呼ばれるようになっていきます。そんな彼が次に明らかにしようとしたのは、日本経済の本当の姿でした。ですが、これこそが触れてはいけないパンドラの箱だったのかもしれません。石井さんは日本の本当の国家予算とそのお金がどこに流れているのかということを調べていました。このことについて調べようとした人物は後にも先にも彼しかいません。まず最初に石井さんが追及したのは、隠されている日本の国家予算はいくらなのかということです。実は、日本の国家予算には一般会計ではない特別会計というものが存在します。特別会計とは、一般会計とは別に設けられ、独立した経理会計が行われる会計のことです。ただ当時、特別会計に関してはブラックボックスとなっており、その金額や使用方法は分かりませんでした。つまり、国民の目に触れることなく使用されている予算があったのです。そこで2001年、石井さんは当時国会で宮沢喜一大臣に国家予算の規模を質問したのですが、事前に質問を提出していたにもかかわらず、これから調べるとの答えしか返ってきませんでした。日本の財政はあまりにも複雑になっていて、財務大臣ですら総額がわからないという状態だったのです。しかし、そんな状況下で石井さんは、一般会計は見せかけで、日本の財政の大半は特別会計に流れているということを明らかにしようとしました。そして2002年10月25日、最悪の日が訪れてしまいます。この日、石井さんは国会質問の資料を委員長に提出しに行こうとしていました。その資料について、彼は奥さんに、日本がひっくり返るほどすごく大事なことを暴くための資料だと話していたといいます。その資料をカバンに入れた石井さんは午前10時半前に自宅を出ました。しかし、その資料が委員長に届けられることはなかったのです。自宅を出た直後の10時半ごろ、自宅駐車場にて一人の男が石井さんに襲いかかり、悲劇が起きてしまいました。その一部始終を衆議院の運転手が目撃しており、10時36分には通報されています。ただ、警察が現場に着いた頃にはもう犯人の姿なく、逃亡したものかと思われました。ですが、事件の翌日である10月26日、伊藤白水と名乗る人物が事件の犯人として霞が関の警視庁本部へ出頭し、男はその場で逮捕されます。伊藤は石井さんが初当選する前からの知り合いだったようで、石井は俺が当選させてやった。石井には貸しがあるなどと話し、動機については金銭トラブルによるものだとのことでした。何でも、伊藤は1998年頃から金に困るようになり、翌年の1999年頃からは石井さんに対して金の無心をするようになっていったそうです。しかし石井さんはそれを断り、それに激高した伊藤が仕返しのために起こした事件だとされました。ただ、この事件には様々な謎が残されており、伊藤の供述も全てでっち上げなのではないかという声も上がっています。ここからは、
そうした謎について見ていきましょう。事件に関する謎1、事件当日の犯人の動き。本事件の犯人である伊藤は事件後バイクで駅まで行っています。そして高尾山に向かった後、新宿で一泊してから翌日に桜新町へと向かいました。出頭したのはその後の出来事だとされています。出頭するまでの間、かなり慌ただしい動きをしている伊藤ですが、彼は一体何をしていたのでしょうか。事件に関する謎に、カバンから消えた手帳と資料。事件後、石井さんが日本がひっくり返るほどすごく大事なことを暴くためのものと話していた資料と手帳がカバンの中からなくなっていました。これは犯人の男が持ち去ったものだとされています。石井さんの奥さんはその資料を持っていたことを知っていたため、警察に対して調査してもらいたいと話したそうです。実際、何者かが無理やりカバンを開けた際にできたであろう傷が石井さんの手には残されていました。しかし警察は奥さんの申し出に取り合わず、調査は行われていません。事件に関する謎3、石井さんの所持金。事件の犯人である伊藤は逮捕当初、金銭トラブルが原因で起こした事件だと供述していましたが、事件当時石井さんが所持していた30万円は残されたままでした。もちろん、恨みを晴らすことだけが目的だったというのなら不思議なことはありません。ただ、彼にとって価値があるはずのお金には目もくれていないのに、何に関する書類かもわからないような資料を取っていくというのは不審極まりない行動です。事件に関する謎4、植木屋の男。事件が起きる1時間前の10月26日午前9時半ごろ、石井さんの自宅のインターホンが鳴らされました。それには石井さんの娘が応答したのですが、相手は男性の声で、枝が折れているなどと繰り返し語りかけてきたそうです。そこで娘が、誰ですかと尋ねると、男は植木屋だと答えてきたと言います。不審に思った娘が2階の窓から外を見ると、スキンヘッドで緑のジャンパーを羽織った男が立っており、とても植木屋には見えない出立ちでした。その日それ以上の接触はなかったのですが、事件翌日と事件1週間後の深夜に再びこの男が現れ、娘の後をつけてくるということが起きています。事件との関与があったのかまでは不明ですが、不審人物であることには間違いありません。事件に関する謎5、供述の矛盾。事件について取材を続けている記者が事件後6年にも及んで犯人と手紙のやり取りをしていたのですが、その手紙の中で伊藤は、手帳や資料と言われているが私はカバンを開けていない。石井幸喜の運転手が現場を見ていたから確認すればわかると書き記していました。しかし、記者が運転手にそのことを確認すると、バンダナを巻いた男が石井先生を刺した後、持っていたカバンを両手で広げて中を見るような仕草をしていたと話したのです。バンダナを巻いた男というのは事件当日の伊藤の姿を指しています。ということはどちらかが嘘をついているということになるのですが、詳細については分かっていません。ただ後にその記者が伊藤と面会した際に同じ質問をすると、資料という話はデタラメでカバンの中は空だった、カバンの中は調べていない、とにかく資料なんて知らないと語ったそうです。カバンの中は空だったと話しているのにもかかわらず、カバンの中は調べていないと話す犯人。この言葉には矛盾が生じているのです。事件に関する謎6、伊藤からの手紙。先ほど話した記者は6年間で9通の手紙を伊藤から受け取っていました。そしてその中には衝撃の一文が書かれていたのです。その文というのは次のような内容でした。当方の事件はいろいろと政治の裏側で動く金や人脈が関係していたこともあり、当方一人に全部背負わせて刑務所で死んでくれれば一番良いという結論が出た結果だと思っています。この手紙の内容からやはりこの事件には利権が関わっていたということが判明しました。さらに伊藤が記者との面会に応じた際には犯行の動機について衝撃の告白をしています。事件当初は金銭トラブル絡みの怨恨だとしていた動機ですが、面会における記者の質問に対しては一転して人に頼まれたと供述したのです。また依頼人から金を受け取ったということも話しており、それによると依頼を受け負った時に3000万円を受け取り、犯行後追加で1500万円の受け取りをしたとのことでした。事件後の不審な動きはこの1500万円の受け取りとそれを隠す時間だったのかもしれません。これらの供述により、伊藤が嘘をついていないならば事件に黒幕がいるということが判明しました。ではその黒幕とは一体誰だったのでしょうか。これについては多くの噂が飛び交いました。石井さんに不正を暴かれそうになっていた人物説、
特別会計について詳しく公表されたくなかった人物説、石井さんの行動によって自らの利権を失う可能性があった企業説など、その可能性は多岐にわたります。実際、国会の爆弾発言男とまで呼ばれるほどの人物だった石井さんのことを恐れている人物は多くいたことでしょう。ただ、黒幕を特定できるほど決定的な情報は出てきていません。犯人が逮捕され、表向きには解決したことになっているこの事件ですが、本当にそうなのでしょうか。未だに未解決だと思っている人は多くいるはずです。命がけで権力と戦い続けた石井孝樹さん。志半ばにしてあのような事件が起きるとは、あまりに残念でなりません。それではご視聴ありがとうございました。